理想のリーダー像っていうのが凝り固まってるかもしれない、偏ってるかもしれないね。リーダーシップともう一個マネジメントっていうのがあるんですよ。ぐいぐい引っ張っていくリーダーをやめて支える側のリーダーシップに俺は変わった時期があったんだよね。どうも、加藤修志です。今現在ですね、マーベラスラボという、人の能力を開発する会社を経営しております。クライアントさんはですね、企業の、大手企業の社長さんや、芸能人の方、またスポーツ選手の方々にコーチングを提供したり、また、企業研修を担当したり、人の可能性をね、その可能性のきっかけを作る仕事を今現在しております。この動画では視聴者の方々のお悩みに対してアドバイスね、ちょっとした、きっかけを作るお手伝いをさせていただいてます。それでは本題に入っていきましょう。私は高校2年生です。剣道部に所属しているのですが、入部した時から同い年がいなく、先輩が引退したら私は強制的に部長になります。リーダーシップを取ることが普段一切なく、部長をやったこともありません。家でも末っ子で甘えてばかりな気がします。その上、言いたいこともガツンとは言えないタイプなので、先生や先輩、家族からもはっきりしなさいとよく言われています。部長になるからには最後までやるべき通したいのですが、理想の姿が思いつきません。部長って何をするべきですか？はい、まみさん、今回ね、ご相談いただきありがとうございます。少しもね、まみさんの力になっていきたいなと思ってるので、この中でね、僕が分かってる範疇でお答えしていきたいなっていうふうに思います。で、今まみさんのね、文章を読ませていただいたんですけど、まずまみさんはね、ご自分のことをよく理解してるなって思ってます。これはメタ認知っていうんですけど、まず自分がね、まあなかなかリーダーシップを発揮したこともないし、末っ子で、自分は普段からそういう気質を持った子ではないと。で、また先輩や、先生や親からはっきりしなさいと言われてるとね、そうやって自分のことをちゃんと認知してるってことがまず素晴らしいなと思ってます。これは自分の、まあ、弱点をある意味受け入れてるわけですから、特性をね、まあそれ弱点かなんか分かんないけど、特性を受け入れてるわけだから、まずはまみさんにね、大きな拍手かなって僕は思ってます。はい、素晴らしいと思います。じゃあね、まみさんにね、一つアドバイスがあるとしたら、もしかしたらまみさんの、リーダー像、理想のリーダー像っていうのが、リーダーイコールこういう像っていうのは固まって、凝り固まってるかもしれない、偏ってるかもしれない。例えばリーダーっていうのは、ぐいぐい自分が引っ張っていかなきゃいけないものだと、リーダーは強くて意思決定をしなきゃいけないとか、リーダーだからこうしなきゃいけないっていう、まみさんの思うリーダーっていうのがもしかしたらすごい偏ってる可能性ってあるよね。僕もたくさんのリーダーを見てますよね。たくさんのリーダー育成をしてます。時にはね、そういうグイグイ引っ張っていくリーダーもいるけど、ちゃんとみんなのバランスをとって、みんなの調整をして、みんなにとって何が一番いいのかってことを考えるリーダーもいます。民主的なリーダーから独創的なリーダーから独裁的なリーダーまでたくさんいるよね。これ分かりますよね。だからリーダーっていうのは一個でこういう形っていうのは決まってるわけじゃないんだよね。だから大事なことは、マミさんのタイプ、マミさんに合ったリーダー、またマミさんのチームに合ったリーダーが何なのかってことをちゃんと見出すことが、もしかしたらこの解決法につながっていく可能性ってありますよね。どんなスタイルのリーダーシップが一番自分のチームに合ってるか、また一番自分に合ってるかってことを判断すればいいと思いますよ。でもね、マミさん気持ちはね、すごいわかるんですよ。実を言うと、俺もリーダーシップをずっと発揮した時期があって、まあ、もちろん今もリーダーやらせてもらってるんだけど、リーダーっていうのはぐい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 みんなを引っ張っていくのがリーダーだっていうふうに俺も思った時期がめちゃめちゃあったんですよ。例えばね、実際に昔はね、力で人を引っ張っていかなきゃいけないっていうふうに俺は思ってたから、めちゃめちゃ俺喧嘩をやったんですよね。で、俺意外とね、喧嘩強いんですよ。で、なんで喧嘩が強いかっていうと、喧嘩が強くないとリーダーではない。リーダーとは喧嘩が強くなきゃいけないし、みんなを引っ張っていかなきゃいけないっていうふうに俺の中で思い込んでたんだよね。だからこういうリーダーシップを発揮した。でもそれがね、俺の中で考え方が変わった瞬間があったので、それはどういう時かっていうと、例えば俺はそれが大事だと思ったんだけど、これ俺の話だからね、マミさんにはちょっと例え的に合わないかもしれないんだけど、俺逮捕されてるの、若い頃ね、逮捕されてて、一旦逮捕されたことがあった時にね、みんな俺のことを裏切ったんだよね。で、それ裏切ったっていうのは、全員が俺の名前を吐いちゃったんですよ。で、これって意外と裏の世界ではやっちゃいけないことなんだけど、全員に名前吐かれた時に俺分かったんだよね。確かに吐いた人たちも悪いよね。でも
吐かれてる俺にも問題があるってさ、これ分かりますよね。もそもそも人は俺についてきたんではなくて、俺の権力とか俺の力、俺が怖かったからついてきただけであって、そもそも俺自体についてきたわけじゃなかった。だから俺が力が強い、喧嘩が強い、権力がある、それに人がついてきたわけだから、俺が逮捕されてその権力が奪われた、力が奪われたら人が面白いように離れてたんですよ。この時に分かったことは、あ、俺はこれを機に人をぐいぐい引っ張っていくためのリーダーではなくて、ちゃんと人を支えて人の人生までちゃんと考えてあげるリーダーになろうということで、ぐいぐい引っ張っていくリーダーをやめて支える側のリーダーシップに俺は変わってた時期があったんですね。そういう意味ではマミさんもそうだけど、ぐいぐい引っ張っていくってことがリーダーではないんだよ。例えば昔はね、その例えばピラミッドがあった時にリーダーっていうのはピラミッド上に立ってるっていうふうに、これはっていうふうに、俺は思い込んだんだよね。でもそうじゃなくて、ピラミッドがもし逆三角形だったら、自分はここで支える人になると。だから上に大きくしていく、ね、上からこうではなくて、ちゃんと自分はこの下にいてみんなに上に大きくしてもらって、こんなふうなリーダーシップに変えたことがありました。でこれは何かというと、ぜひマミさんに覚えていてほしいのが、リーダーシップとマネージメントの違いっていうのをぜひね、今のうちから覚えていてほしいなと思います。マミさんもリーダーシップと聞いたことあると思うんだけど、リーダーシップともう一個マネージメントっていうのがあるんですよ。でリーダーシップっていうのは、例えば強いお父さん、強いお兄ちゃんみたく、引っ張っていく、ぐいぐい引っ張っていって、じゃあこういうのは試合で結果を作ろうみたいな、こういうふうに頑張ろうみたいな感じで、どんどんどんみんなをぐいぐい引っ張っていくのは、これがリーダーシップっていうんですね。でマネージメントっていうのは、面倒見のいいお母さんみたいな役割で、みんなのスケジュール管理をする、みんなのお弁当を作る、みんなのお世話をしてやるってことだと思うんですね。でリーダーにはこういうリーダーシップ型かマネージメント型かタイプがあるんですよね。大事なことはマミさんがどのタイプなのかってことなんだよね。もしマミさんがグイ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 引っ張っていくタイプのリーダーでなければ、ぜひマネージメント型の面倒見のいいお母さん、優しいお姉さんのタイプのリーダーになったらどうかなって思いますね。で例えばじゃそれ以外のことはチームのメンバーに振ってやってもらう、ね、もし自分よりもリーダーシップがある人がいるんだったら、その人のリーダーシップの部分は任せてやってもらう。自分の得意なとこは自分がやって、自分の苦手なとこは自分のチームメンバー、または副キャプテン、いろんな人に役割を振ってやってもらうっていうのも、これも一個のチーム作りだよね。全部が全部マミさんがやんなきゃいけないってわけじゃないわけ。これわかります？家庭にもお父さんお母さんがいて、お父さんお母さんの役割をちゃんと分割して分けるから家庭っていうのはうまくいくのと同じことで、みんなを勝たせるためのみんなに役割を振ってみんなで作るチームっていうのを作ったらどうかなって思いますよ。なぜかというとマミさんは非常に自分のことをよく理解してるし、自分は部長をちゃんとやっていきたいって思いがある子だからこそね、僕はできるんじゃないかなと思ってます。なんで自分がぐいぐい引っ張っていくためだけではなくて、その役割をチーム全体に振って、ぜひお母さんとしての役割を果たしてほしいなっていうふうに思います。はい、マミさんね、方法って結構無限にあるから、その自分をできなかったことを責めたんじゃ方法見つからないからね。なんでマミさんはたまたま方法を知らなかっただけであって、いろんな方法に出会えることによって、もっとマミさんらしいリーダーシップって絶対生まれますからね。ぜひ頑張ってくださいね。いやでもマミさんすごいよね。高校2年生でね、これだけね責任を持ってちゃんと考えるっていうのは本当にね、僕はね偉いなと思いますよね。でこうやってね、いろんなことのいろんな子たちの悩みにねちゃんと受け答える場があれば本当にいいですよね。はい、今日はね、マミさんの問題解決をね少しでもできたら嬉しいなって思います。皆さんどうでしたかね。マミさん高校2年生ですよ。こうやってね、マミさんみたいな子が頑張ってるってすごい嬉しいことですよね。マミさんぜひね、この動画を見てくださいね。そしてマミさんを応援したい、ぜひマミさんの、悩みに共感できる方はぜひね高評価、これは自分に対しての高評価じゃなくて、ぜひマミさんの応援として高評価をぜひ押されてくださいね。でマミさんも見てめちゃめちゃ喜びますから。またね、今回は僕がこうしてお答えさせていただいてますけど、もうこの番組はね皆さんと一緒に作りたいなって正直と思ってるんです。僕の答えが完璧じゃないし、僕の答えが正しいとも僕は思ってません。確かに僕は人材教育としての経験があるから、もしかしたらためになる答えかもしれませんけど、もしかしたら皆さんの方がその答えを持ってるかもしれませんね。なのでぜひ皆さんもですね、同じような経験がある方は、私も同じような経験があったよ、で私はこうやって解決しましたよってことをぜひコメント欄に一個書いてほしいなと思ってます。でそしたらマミさんがそれを見て、あ、こうやってやればいいんだなってことが、たくさんの方法と出会えることによってたくさんの道が生まれますからね。ぜひコメント欄に皆
皆さんも同じような悩みがあって会議した場合はぜひコメント欄に記載してくださいね。皆さんのねその経験がマミさんの力になりますからね。はい、これからも皆さんのお悩みにお答えしていきます。お悩みがある方はですねぜひコメント欄に書いていただく、または概要欄のフォームに書いていただく結構なので、少しも皆さんのお悩みが解決できるようなきっかけを作れればと思っております。多くの方がね一歩踏み出せる世の中にぜひ一緒にしていきましょうね。それでは本日もですねご覧いただいてありがとうございました。